熊八ですワードプレステーマシリーズ158回目になりましたけどもね、えー、今回は今ご覧になってますニュースストリートをやってみようかなと思っております。あのー、まあもうパッと見てね、あの大体あのー、お察しの通りですね、えー、ウェブマガジンとかね、そういったこう、 サイトに、こう、最適の、こう、テーマじゃないかなと、こう、思いながらね、こう、いろいろ、こう、読んでは見るんですけども、まあ、あの、それがどこまで、ね、そうなのかっていうことをですね、まあ、実地検証みたいに、いつも、こう、設定してみたり、いろいろしながらですね、え、解説させていただいております。で、これまだまだね、 えー、9月に出たばっかりのですね、新しいテーマでございます。あの、まあ、テーマといってもですね、個テーマなんですけれども、えー、親テーマはですね、あの、クライプトカレントリーエクスチェンジっていうね、えー、こういうテーマになっております。えー、まあ、こちらはね、あの、今度あの、その、ウェブマガジンっていうよりも、えー、ビジネステーマっていう感じの、 テーマになっているようでございます。はい。ということでね、えー、一度、ニュースストリート、ね、えー、インストールしていきましょうということで、最新のワードプレスでね、えー、5.2.3。来月にはね、5.3になるのかな。ね、えー、遅れがなければそうなる予定でございます。はい。 ということでですね、あのー、この中に、えー、外観開いてですね、新規追加からニュースストーリートはですね、最新シリーズの中で出てくるかな。 ちょろちょろっとね、えー、見てみて、出てこない場合は、こうやって検索した方が早いですね。スペル間違うと出てこないんでね。スペル間違いには気をつけてください。 なのでね、まあ、あのー、こうやってね、ページ開いてる場合はですね、あのー、もうここをコピペした方が早いんですよね。で、もうあっという間にこういう、これね、小テーマなんだけど、えー、小テーマだけをインストールしましたよね、今ね。で、あの、この有効化ボタンが有効になるかどうか、ね、答えは有効になるんです。はい。 はい。そうするとヒスプラグに入れてくださいって、こう出てきてますけども、ちょっと置いときましてですね。はい。これ、触ってないのに、えー、勝手にインストールされてます。はい。コテーマからインストールしてもね、有効化できるっていうのは、えー、インストールの時に一緒にインストールされてるってことなんですよね。これね、あのー、知っておいてくださいね。ここのテーマの新規追加で、 検索とかしてインストールする場合はこの方法で OK です。はい。ということでね、それでは必須プラグインをね、えー、早速入れていこうかなと思っております。今回多いですね。えー、1、2、3、4、5、6、7個。まあ僕が今までやった 中ではは一番多くなないいいかなと思います、はい、あの今までね、多いなーって言っても6個で止まってったと思うんですよね。えー、そういう意味では新記録樹立みたいなね、えー、感じかもわかんないですけど。あんまりね、あれもこれもで、こうね、えー、プラグインを使うか使わないかわかんないのまで、あのー、 インストールしたくないなっていうのはあるんですけどもね。 さすがに7つあるのでちょっと時間かかってるかもわかんないですね。 はい、こうやってね、えー、インストールが終わると、もう一度戻ります。で、今度はですね、えー、すべて有効化なので、英語表記の場合は、アクティベートというものを選びます。これ間違えないでくださいね。間違えてアップデートとかってしたってあの動かないですからね。はい。 すると、すべて有効化になりました。で、えー、今の状態をね、えー、こういう画面からどういう風に変わったかちょっと見てみたいかなと思います。ちょっとネット回線が遅いのかもわかんないですけどね。 あこれ全文表示になっちゃうんですね。はい。あのー、こうトップがね、全文表示になってるんで、えー、これが、えー、果たしてどういう風に変わっていくのかっていうものをですね、えー、ちょっと見てみないといけないですよね。 ここからね、えー、まあ、こういうような感じになるまでね、えー、どういうふうにやっていけるのかっていうのをちょっと見ていきましょう。まあ、その前にですね、えー、今回はですね、えー、このコテーマ作成プラグに入れてるんですけども、コ、ね、テーマなので作成できないんだけど、 えー、ファイルのコピーを行えるんですね。はい。まあ、テンプレートをこうコピーしていくだけのことなんですけども。はい。あのー、コテーマの場合はこれしかできません。はい。ということでね、本当はもう、あのー、こうコテーマを入れるやつに関しては、あのー、実際、まあ、あのー、ここのプラグインはほぼ役に立ちません。 で、えー、ではですね、早速カスタマイズを見てみたいなと思います。するとね、えー、サイト基本情報。 えー、ロゴはですね、テーマによっていろいろ変わるんですけども、150×150、えー、150っていうことでですね。えー、まあ、これが150なので、えー ジャストサイズの場合はね、あの、もう選択がジャストサイズで選択されてるんですね。で、まあ、これ切り抜かないということで、えー、えこっちの表示がちょっと遅いなと思いながらですね。で、まあ、あのー、これを入れると勝手に、あのー、 タイトルとキャッチフレーズが消え、消えたんですけども、次にね、再タイ,イコン。これは、あの、ロゴに対してね、真反対で、どのテーマに変えようともね、同じサイズなんですよね。なので、512ピクセル以上の正方形というふうに決まっております。で、これを一旦、まあ、公開という形に。 させていただいて、次の項目に行きますで。カスタマイザーログインっていう風になってるんでね、えー、ロゴセッティングス。ねえー、ログインページロゴ、ねえー。いろいろカスタマイズできるみたいなんですけども、まあ、いろいろやってもいいんですけど、 ログインページ、バックグラウンド。ねえー、これもいろいろできますよっていうことなんですけども。 まあ、ある程度僕は分かっているので、ダタッタッとやっていきましたけども、要はログイン画面のカスタマイズをこう、今、ちょっとやってみたんですけども、まあ本当はね、ログイン画面なんか触るより、もっと大事なことがあるんですよね。で、えー、ここでカスタムヘッダーセッティングですね。で、ここは1920-320の3 20。 ま、これは1920なので、380だけ切り抜くと、こういう感じになるみたいなんで、 で、えー、一番上にね、テーマオプションズがあります。で、ニュースブログっていうことでね、えぇ、ー、にアクティブ、アクティブ、どう違うのかなっていうところなんですけども、 で、まあ、ここに、あの、各メディアのアドレスを入れていくだけなんですけども、まあ、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube なので、ええー、まあ、そこのアドレスを入れるだけっていう。で、E メールはちょっと出したくないなっていうのが本音ですね。 で、いつの間にかこう、下側がですね、こういう形に変わってました。でただですね、えー、こういうあの、クマ8ラボと出たのは、す、え、べ、ー、てワードプレス ID がポイントされると分かってしまうアドレスを含むものになっております。なのでですね、えー、これを非表示にしなきゃいけないんですけども、えーまあ、どうやってやっていくかっていうところも含めてですね、 えー、ちょっとやっていきたいと思います。ではですね、えー、このページの中にですね、あのー、まあ、えー、っと、まあ、トップページから1枚ページを開きましてね、まあ、ページの中にこの投稿者名がですね、こう表示されているんですよね。で、えー これはですね、今回、あの、タグで削除する必要があるんですよね。で、えぇ、ー、まあ、こういった感じの部分がですね、えぇ、ー、まあ、親テーマのタグの中でですね、個別倉庫、えー、シングル .php の39行目ですね。 今選択している部分を、えー、全削除します。はい。するとですね、あのー、削除するとこのククマハチラボって出てくる部分がですね、えー、どのページもあの表示しなくなります。フォントアイコンからクマハチラボまでがですね。えー、まあ、これはちょっとあの、やっとかないと、えー、ポイントされた時にワードプレス ID が丸見えになるので、 あまりよろしくないっていうことになりますで。あとですね、あの、トップページはですね、あのタグで、えっ、えー、と、削除するよりも、スタイルシートで、えー、非表示に簡単にできますので、まあ、その辺はちょっと、まだマシかなっていうところではあるんですよね。えー、それを説明しますと、ちょっとカスタマイズを開きましてですね、 まあ、あの、この横とかにね、えー、熊八ラボってこう表示されてたんですけども、どこで非表示にしてるかというと、この追加スタイルシート、えー、このドットオーナーから始まるこの一文ですね。あのー、まあ、これで、えー、非表示にしております。なのでですね、あのー、 ま、これ、カテゴリーページなんかも、こう、全部有効になっているはずなんですけども、え、こういう形で、え、2箇所で、え、非表示にする設定をしなきゃいけないっていうところです。はい。あのー、ま、テーマによってね、この非表示にし方、え、タグの出し方、消し方、いろいろ違ったりしますので、 あの、こういったところはですね、本当にあの、気をつけてください。やはりですね、あのー、ワードプレスにね、アタックしてし、しに来られないようにするっていうことがね、まずあの、セキュリティの第一歩なので、簡単にワードプレス ID がわかるようにしてるとよろしくありません。でそういったところをですね、ぜひ、あのー、 知った上で、ワードプレスをちゃんと、こう、上手に使っていただけたらなっていうのがあります。まあ、あとね、えー、っと、ここのソーシャルのところもですね、えー、こうやって、こう、アドレス入れて、えー、ここじゃなかった。 えー、ティーンオプションズでしたかね。でここですね。まあ、あのー、最初ここにチェックがついてたと思うんですけども、えー、これチェックはですね、使ってないものを消すためのチェックです。はい。で、まあ、僕の場合は4つとも使ってますので、これ4つともアドレスをこうやって入れてですね、あのー、試してみました。で、まあ、チェックも4つとも全部外すということでね。はい。 まあ、そのあたりがね、えー、ここにこうやって、あの、こちらでは出てるんですよね。はい。なのでね、やっぱりあのー、ここ大事な部分なので、ええー、まあ、トップページでね、えー、熊チラボってあの、投稿者名が出ている部分を消してるんですから、えー このタグの方でもね、えー、ちゃんと削除するっていう。で、えー、こちらの方でね、消せないのはちょっと残念なんですけども、こちらで消す方法をね、今からちょっとやってみたいかなと思います。まずですね、これテーマ戻ります。するとこの画面に戻ってくるんですけども、この中で27ってありますよね。 こちらをもう一度有効にします。で、あのー、そうするとね、この2つのテーマがインストールだけされててフリーなんですよね。で、テーマエディター。で、 あのー、ここをですね、えー、選択を変更するんですよね。で、さっきの親テーマに戻して選択します。すると、まあ、こうやって、あのー、一番最初はスタイルシートが表示されるようになります。で、このサイドバーでですね、えー、個別倉庫 シングル PHP っていうものをこう開くですね。するとさっきと同じなんですけども、えー、これの39行目。ここをですね、バッサリ削除します。 で、この状態で、えー、ファイルを更新いたします。そうするとね、あのー、今度はファイルの編集に成功しましたと出ましてですね、えー、もう一度テーマに戻ります。その上で、あのー、ニュースストリートをも,もう一度有効化します。 そすると、並び順もまた変わりましたよね。で、えー、こちらを、まあ、えー、もう一度開いてみます。同じページです。どうでしょう消えてますよね。えー、この前に、えー、表示されてたんですけども、 無くなって、日付が、えー、左へスライドしてるような状況です。はい。ということでね、あのー、こういう部分、あの、すごく大事な部分なのでね、あの、ぜひ、あの、知っておいてください。お知らないでね、そのまましとくと、もう、アタックされたい放題っていう形になります。で、ずっとされ続けるとね、いずれわかる可能性がどんどん高まってきます。はい。 あの、そうならないようにですね、ええー、できるだけワードプレスの ID がわかりにくくすると。ね。で、まあ、できればね、もしわかったとしても、あの、他の方法で、ちゃんと、あの、アタックされても大丈夫なように、こう、セキュリティの準備をしておく。ワードプレスを使う以上ね、ある程度、あの、そういったところが必要になってきますので、 本当にあの、ね、乗っ取りをされないように気をつけていただければと思います。ということでね、あとちょっとウィジェットをちょっと見てみようかなと思います。どんなウィジェットが用意されてるのかっていうね。で、まあ、フタはまあ1個っていうことでね。で、まあ、ウーコマースサイドバーウィジェットエリアっていうことで、まあ、こういうふうに、こう、用意されてるんですけども、 まあ,あの、ウーコーマースを使う人も使わない人もいるので、えー、必須プラグインになってないのが、まあ、唯一の救いかな。えー、そういうふうに思います。でウーコーマースを使う場合は、やはりですね、あのー、SSL のサイトを使うように気をつけてください。やはり、あの、最近ですね、SSL でないサイトをですね、iPhone で見た場合に、安全ではありませんって出てくるんですよね。 で、安全ではありませんってなるとですね、あのー、詳しくない方はですね、あのー、変なページに来ちゃったと思って閉じちゃう可能性もあります。すると、その分のアクセスが、えー、すごく無駄になってしまうんですね。せっかく来てくれたのにっていうね。なのでね、今、まあ、私がワードプレスをお勧めする場合も、えー、そういったことを踏まえて、えー 最低限無料の SSL でスタートされるっていうことをですね、あのー、おすすめしております。で、もう企業ページはね、あのー、無料の SSL はおすすめしてません。やはり企業ページですから、あのー、信頼してもらうためにも、あのー、独自の SSL をちゃんと入れる。ね。もちろん当然お金はかかるんですけども、それが、えー 信用に変わっていくっていうことを理解していただいてですね。はい。あのー、取り組んでいただければと思います。はい。ということでね、えー、今回、えー、158回目としてね、このニュースストリートというテーマをこうさせていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。またですね、あの感想をですね、あの、YouTube のこの動画の コメントの方にどんどん書き込んでいただければと思います。で、今日で、えー、ちょうどですね、去年の12月17日から始めまして、えー、299本目になりました。で、明日はですね、ちょうど300本目になる、あの、記念の、こう、投稿になりますので、えー、ぜひお楽しみにしてください。 また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。えー、ズームサポート、えー、レンタルサーバーの 初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。Wordpress の最新情報がわかる LINE アット、友達追加よろしくお願いいたします。また、Wordpress の最新情報が動画でわかる Wordpress で自社サイトを作成チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。